アムステルダム条約は、マーストリヒト条約やローマ条約などの欧州連合の基本条約に大幅な変更を加えた条約。1997年10月2日、調印、1999年5月1日発行。アムステルダム条約は、市民権や個人の権利をより尊重する内容となっており、また、欧州議会が、 EU の政策決定に関与することを強化することで民主的統制を増強し、雇用問題や共同体の自由、安全保障、司法政策についても触れ、さらに共通外交、安全保障政策の進化や EU 拡大に備えた気候改革についても謳われている。アムステルダム条約については、その交渉が1995年6月2日、 シチリア島のメッシーノで始まり、ローマ条約調印から40周年となる1997年の6月17から18日に開かれたアムステルダム欧州理事会で打結されるまでの4年間という時間をかけてまとめ上げられたものである。さらに、条約の正式な調印の後も欧州、連合加盟国では、同様に長く難しい批准手続きがなされていた。 欧州議会が本条約を承認したのは1997年11月19日であり、また加盟国のうち2カ国で国民投票が実施され、他の13カ国でも議会の決議がなされて、ようやく加盟国すべての批准手続きが完了したものである。アムステルダム条約は13の議定書と政府間協議でまとめられた51の宣言書、加盟国が加えた8の宣言書のほか。 15カ条からなる既存の基本条約を修正する条文からなる。16項からなるその第1条はマーストリヒト条約の一般条項を修正し CFSP と刑事、警察分野の協力について触れている。それに続く4カ条は70項からなり欧州共同体設立条約欧州石炭鉄鋼共同体設立条約 欧州原子力共同体設立条約、欧州議会選挙に関する議定書を修正するものである。そして、最後の条項は4課条で構成されている。アムステルダム条約では先日の3、共同体設立条約について、すでに私文化していた56以上の条文が削除され、その上で、可読性を確保するために条文番号が再配置されるなどの簡約化がなされた。 例えば、欧州議会の共同決定手続きに関する規定の189ビット上は251条となった。人格、法人格や移民問題、詐欺防止などの一般のヨーロッパ市民に関する規定についてはすべてアムステルダム条約の別の章で扱われている。特に EU は本条約により、域内における人の自由な移動を保障することに限って移民に関する法律や、 司法、民事訴訟法を制定することができるようになった。また同時に、警察、刑事司法分野についての政府環境力が強化され、加盟国はこれらの活動について、より効率的に行えるようになった。EU の目的は域内に住む市民の自由、安全、正義を確保することである。宣言協定の法体系宣言空きもまた EU の法体系空き込みのテールに組み込まれている。 アムステルダム条約は CFSP 分野において新たな原理と権限を規定し EU の価値観を世界に発信すること自身の影響力を保持すること行動機構を改革することを重要視している欧州理事会では共通の戦略を策定しこの戦略が効果を持つには欧州連合理事会の特定多数決による採択が必要であるが これにより特定の状況に対応することができる。また別の状況では、特定の加盟国について EU における権利を停止することもできる。アムステルダム条約では CFSP 上級代表を新設しており、この新しい役職は、欧州理事会議長と欧州委員会委員長とともに、世界に対する EU の政策の顔となるものである。 アムステルダム条約では共通防衛政策に関する規定はないが平和維持や人道的支援活動に関する EU の役割は特に西欧同盟とより密接な連携を持つことによってより重いものになった。気候制度に関しては欧州議会の共同決定手続きとその詳細について大きく改められた。つまりほとんどの立法案件を 共同決定手続きによるものとして立法過程に欧州議会が大きく関与することになった。欧州委員会委員長についても欧州議会の信任が求められるようになり、これにより委員会の政策方針や委員長と加盟国政府が指名した欧州委員会の委員についても欧州議会の承認が必要となった。これらの規定により欧州委員会は自らの政策について よりその責任が重いものとされ、特に欧州議会による関与は民主的統制が課されたものとされている。そしてアムステルダム条約は様々な困難を乗り越え、事前協議で理想とされた加盟国間のより緊密な協力体制の構築に成功したものという評価がなされている。アムステルダム条約では気候に関する問題が全て解決されているものとは言えない。 将来の EU 拡大を考慮に入れると、効率的かつ民主的な政策執行が可能な機構体制を構築しなければならず、すでにその議論が進んでいる。特に、欧州委員会の委員構成、加盟国の評決手続きや特定多数決方式に関する制度については、重点的に協議が進められている。ありがとうございます。